じゃあ今日の動画になりますが、今日の動画は浜崎渡くんと対談2、の後編ですね。本当は対談2をやると思って、あまりにも長かったんで2つに分けました。ソニー・ロリンズ、ジョン・コルトレーンの後編になりますので、今日の動画をお楽しみください。クレッセントがすごい好きで僕は。クレッセント最高ですよ。ね。はい、オリジナルばっかでね。うん、最高です。前にね、ちょっと僕もちょっとお話ししたときに、まあ、クレッセント以前の頃ってさ、どっちかというと、例えばマイフェイバリットシングスとかは、全部ミュージカルソングじゃん？はい、はい。やっぱこう、レコード会社が、そういうのをやっぱりちょっと、コルトレーン先行きすぎてるから、まあ知ってる曲で暴れさせるっていうイメージがあったんじゃないかなと僕は思ってたんだけど、で、なんか視聴者の方からは、なんか、それはレーベルが違うから一概にそうは言えないっていうふうには、まあ、書いていただいたんですけど。うん。うん。まあでもレーベルの違いももちろんあるよね。確かにね。そうでしょうね。うん。まあずっと60年代ってインパルスですけど、うん。まあプロデューサー側の意向っていうのは、うん、結構まあアルバムごとに、うんうん、まあ反映されていると思うんですよ。ね、うん、まあそれこそ、例えば、デューク・エリントンとのアルバムとか。うんうんうん、まああれもやっぱりコルトレーンの意向というよりは、あれはプロデューサー側の意向で、うん、まあやったりであるとか、うん、まあジョニー・ハートマンのアルバムもそうですけど、うんうん、もちろんクレッセントも全曲オリジナルっていうことも、コルトレーンがそういうのやりたいって言ったのもあると思うし、うん、まあプロデューサー側がそういうのを作ってきてくるっていうのも、うん、まあね、あるんでしょうけどね。ただね、僕的にはやっぱり時代的に、やっぱりいきなり最初にクレッセント出すよりも、やっぱりマイフェバリットシングスでかなり支持者が増えたから。いや、だからそれはやっぱそうだと思いますよ。だからいけると思って、プロデューサーも OK 出したんじゃないかなって僕は絶対思うんだけど。うん、僕も、まあ、その辺の詳しい経緯って僕も実際には知らないですけど、うん、まあ、やっぱりレコード会社としては当然セールスを考えなきゃいけないんで。ね、もちろん。はい。で、コルトレーンの良さを出すにはどうしたらいいかなっていうのは当然プロデューサーが考えるじゃないですか。ね。まあ、僕も黒田さんと同意見かな。まあ、ちょっとなんかコルトレーンの本も読んだら、なんかやっぱりそこはレコードレーベルのことよく書いてあって、うん、なんかやっぱりでも、最初に、まあ行き過ぎてしまうと、特にパリのところのさ、マイルスのバンドでコルトレーンやたら長いソロ撮ってんだけど。いやー、あれはね、やっぱ、うん、僕でも聞いてるの辛いっすよ。あれでも、なんか、やっぱりこう、プロデューサーは後ですぐ飛んできて、なんか、ちょっと君先行きすぎてんじゃないのってやっぱり聞いたと。そしたらコルトレーンは、うん、まだそれほどじゃないよって言ってその後進んでいくんだけど、でも、マイフェイバリットシングスは僕らが思う以上に学生が聞いてるんだって。大学生の中で大ヒットして、めちゃくちゃあっちこっちの大学でものすごい売れたらしくて、いや衝撃的らしかった。だから、やっぱああいう、マイフェル、リチャード・ロジャースの書いた名曲を、あんな風に演奏するっていうのは、なんか、やっぱり強烈だったらしいよ。当時ってちょうど、時代背景もありますよね。黒人解放運動とか、まあ60年代、相当、ね、盛り上がってたさなかじゃないですか。大学で流行ったっていうのはなんか理由がどういうところにあるのかわかんないですけど。まあ学生たちがすごく聴いたって、まああの曲自体の背景もあるのかも、そのタイミングなのかもわからないけど、うん、学生がね、集団で4、5人でコルトレーンのやつをターンテーブル乗せてみんなが人生変わっていくっていうなんか投稿が多かったみたい。はあ、なるほど。それぐらいだから、まあ、だから僕らが今聞いたらまあ当たり前っちゃ当たり前のなんかこうあれだけど結構長いしね、あれちゃんと聞いてみると。いや、長いっすよ。ね、一曲、うん。しかも、ずーっとA メロを繰り返して最後にサビが出てきて終わるだけだから、十何分あるしね。うん。あれ、まだアルバムはまだまとまってるけど、ライブの映像とか残ってるやつとかもう中盤からもう何をやってるのかわかんないからね。うん。うん、でもあれ、やっぱりどうしても長年やっぱりこう論議されるけど、やっぱコルトレーンってすごく知的な人じゃん、どっちかというと。はい、めちゃくちゃ知的です。うん、ああいうこう、ぐわーってこうエネルギーの塊みたいなやつは、やっぱりどこに知的さをサックス的には感じるわけ？一見激しいイメージが多分コルトレーンの演奏ってすごいあると思うんですよ。うん、なるほど。うん、
例えばそのイメージを作ってる原因として、大きな音量で吹いてるようなイメージがあるとか、たくさんの音吹いてるイメージがあるとか、あると思うんですけど、どこに知的なものを一番感じるかというと、みんなが思ってるほど、コルトレーンって全部がすごく叫んでたりとか、すごいたくさん音符吹くような演奏する人じゃないと僕は思うんですよ。そういう一面があるっていうだけで。で、そういうことを表現しなければいけない瞬間は彼らはもう躊躇なくやるんですけど、その対極のプレーもたくさんしてるんで、そうなんだよね。はい。そのストレートメロディーで、余計な音を吹かずに、間がたくさんあるような演奏もたくさんあるし、例えば、ライブアットビレッジヴァンガードとか、すごく激しいやつもあるっすけど、僕は大体において、ちゃんと、パッションと理性が同居してる演奏に感じます。それは一緒にやってるエルヴィン・ジョーンズもそうだし、決してドシャメシャをやってるようには全体を通しては感じないです。極端に一部分そうなってるところもあると思うんですけど、そこばっかり、ちょっとクローズアッ話題になることの方が多いかなっていうような感じですかね。よくね、いろいろこう、ご意見をいただける視聴者さんがいらっしゃって、その方なんかですごくいいなと思った意見は、いわゆるその、トランジションかな？アルバムでトラね。ンジション素晴らしいですね。ね。ドからセへ移るときの静寂に移るところの、あそこの瞬間がたまらなく大好きですって、愛してますって書いてあって、わかるわかるって思うような、だから、その、動の部分がこの時間必要なのは次の生のためのものだったりとかするんだよね、きっとね。おっしゃる通りです。だから、やっぱりこう、その人なんかは非常にもうリスナーとしてもものすごくこう、一生懸命聞かれてる人だから、なんかいろんなの面白い意見をいただけるんだけど、本当にこの人全然楽器できないのと思えないような意見がちょっとありまして。やっぱりその1枚のアルバムで重圧感でこう全部のアルバムの作品として聞くと、やっぱりこう、た意見と、まあ個々の曲としての意見とか、いろいろこう面白いなと思って、リスナーでもこんな方いらっしゃるんだなと思って。でもなんか聞き込むとそんなこともできるんだなと思って。そんな感じ。なかなかそこまで理解してる人っていうのは少ないでしょうね。まあね、よほど聞いてる人なんじゃないですか。まあ、僕なんかはライブアルバムなんか結構おすすめしちゃう。わかりやすいからね。でもやっぱり、その、まあちょっと物足りなかったですとかね、いただいたりするんですけど、まあ確かに、その、まあ客の入りとか、やっぱ考えちゃうからね、ライブやってる時とかね、僕らはついつい。そうですね。コルトレーンの話に戻ると、コルトレーンのインタビューとか、今それこそ YouTube とか出てんじゃないかな。すごい僕インタビュー聞いたことあるんですけど、あと本もあるんですよ。ちょっと待ってね。これコルトレーンのインタビュー集なんですけど、ほう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 。これは多分、普通に Amazon とかでも手に入るのかな。日本語訳が出てるかわかんないですけど、僕の持ってるの英語なんですけど、これ読むとすごいコルトレーンの人となりがわかるっていうか、ものすごい知的で、ああいう演奏をする、その激しい演奏をするっていうようなイメージが付きまとってますけど、コルトレーンって。ものすごい物静かで、知的な印象を受ける、深い思慮を感じる芸術家だなと思いましたね。はい。まあやっぱり全体を見てるんだろうね、きっとね。すごいいろんなことを勉強してる人なんだなと思います。それはロリンズも一緒ですよ。ロリンズはすごいいろんなことを勉強してる人で、ずっとヨガもやってるって言いますし。まあ、だからそういう意味では多分その、客が減ろうが何だろうが、そこに関して、もうコルトレーンは一切動じなかったって、やっぱり、まあ僕が読んだ本には書いてあったんだけど、彼にとってはこう音楽の流れがこうあって、みたいな。だからやっぱり現代のライブとか聞くと、一曲一曲がこう完成してて、その客の湧き具合によって結構こう伸び縮みしたりとかして、それはまあコルトレーンの大きさとはちょっと違うのかなっていうのは、ちょっとその人の言葉で、あ、そういうとこは確かにあるなと思ったりとかしたのね。だから多分ライブ見てればね、絶対にそのライブは楽しかったと思うんだけど。コルトレーンといえばやっぱりマイルスバンド出身じゃないですか。で、僕はやっぱジャズ史上、マイルスってめちゃくちゃ重要な
音楽家だと思うんですけど、その理由はもちろんプレイが素晴らしいこともそうなんですけど、お客さんにジャズの素晴らしさを見せるのが僕うまいと思うんですよ。作るアルバムもしかり、うん、彼は常にやっぱファッションリーダーだったし、自分が芸術家として存在する意味をよく分かってたから、まあ彼の自伝とか読めば分かるけど、変な批評家とかにはもう、まあ、なんですか、非常に攻撃的であったりとか、いわゆるふざけたことを、芸術家に対してふざけたことをする奴らは全員排除するみたいな。でも、その、ジャズの魅力をいろんな意味で、伝えるのが上手かったと思うんですよ。見せ方もしかりだし、その、例えば人選一つでも、なぜやっぱ当時50年代に一番スターだったロレンズじゃなくてコルトレーンだったかっていう話なんですけど、みんながコルトレーンが最初にマイルスバンドに来た時に、批評家とかもすごいダメ出したんですよ。ああ、そうね。なんでこんな下手くそなやつ入れるんだマイルス、お前も焼きが回ったかみたいなこと言われたら、いや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 、お前らにはわかるまいと、うん。こいつはダイヤの原石なんだ。うん、磨けば光るんだと。お前にはわかるまい、お前らにはわかるまいって言ったんだそうです。うん、で、その数年後、やっぱりダイヤになったっていう話ですけどね。でも、まあ、やっぱマイルスは、彼のバンドってやっぱすごくグループ芸術だと思っていて、全員が全員を支える演奏だと思うんですよ。やっぱマイルスはすごくそのスペースがある演奏した後に、コルトレーンのすごく、単純に言うと音数が多かったり、そういう演奏があったりで、もっともっとブルージー色の強いキャノンボールがいたりとか、かと思うと、モダンなハーモニーセンスを持ったビル・エヴァンスがいたりとか、いろんなバランスが、人選がうまいっていうか、そのマイルスバンドもだん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 なんかそのリスナーが置いてきぼりのような演奏結構ないです。あるあるある、曲一曲が長くなってみて、うん、であれの感じとコルトレーンの演奏のその長くなってライブで長くなってしまったって感じって結構似てるんじゃないかなと思うんですけど、多分自分の世界観があってそれを伝えたいみたいなのが、なんかこう、客が楽しむとかそういったことはちょっと置いといて、みたいな。ってな感じですよね。うん。その、彼らのその、音の探求っていうか、どこまで行った結果そうなったのかなっていう感じですけどね。こう、やっぱリスナー、僕はもう本当にジャズファンだから、いろいろ聞くんだけど、やっぱりその、市場の愛なんかはもうやっぱ最初の頃は全部聞くのしんどかった。今は別にそんなに聞くのそんな辛くもないし、逆にめちゃくちゃかっこいいなと思うんだよね。で、あの、ラブスプリム、ラブスプリム、あれとかもめちゃくちゃすごい、なんかこう、キャッチなベースラインというか。うん。いや、あれは、そうですよね。ああいうモチーフを繰り返すっていうのは、まあ、昔からある手法ですけど、うまく使ったなってやっぱ思いますよね。最後は。覚えますからね、あれね。まあ、最後歌っちゃってるもんね、あれ。そう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 、そう。やっぱそういうなんかいやあれはキャッチーだと僕思いますよ。今聞くと僕も全然キャッチー。でも学生の時聞いてあれ、これは何なんだろうって思って、やっぱり。ああ。一枚聞けなかったね、やっぱり。なるほど。やっぱ最初ちょっとおまじない系かなっていう感じします、ね。感じはするけどね。うん。まあ。でもね、まあ、浜崎くんなんかはさ、浜ちゃんとかはさ、まあ、このアルバムをコルトレーンでは進めていただいたんですけど。ああ、はい、そうっすね。まあ、バラッドと相当で一番セールスの多いアルバムではあるんですけど、まあ、もう俺、浜ちゃんのすごいとか、もうとにかく音楽にとにかく紳士でさ、なんかこう、自分の家で聴くのをすごくいいステレオでさ、一緒にみんなで飯食って、浜ちゃんの手料理食べながら、こう、いい酒飲みながら聴かしてくれたじゃん。このアルバム。このアルバム聴かしてもらったんだよ。ああ、そうですね。これはやっぱりいいアルバムですよね。やっぱりこう、クレッセントとかもそうだけど、俺、ハマちゃんにその時にね、やっぱり僕も結構ポータブルで簡単なんか MP3 プレイヤーでポポポって聞いてたんだけど、ハマちゃんやっぱこういういい機材、うちは機材入れるほどでもなかったけど、いい、ね、その次の週かなんかで俺3万5千ぐらいするヘッドホン買った。で、それも一番自分がドラムのところで聞こえてるような音像のやつをずっと探してて、で、まさに見つけて、それで聞くとね、もう本当に世界観変わるというか、ね、そういうのでね、こういう、こう、クレッセントとかトランジションとか聞いたら、まあ、なんかこう、トリップしちゃうぐらい素晴らしいね、やっぱり。そうなんですよ。うん、
我々音楽家にとって音っていうのは栄養なんで、うん、毎日コンビニの弁当食ってるようなもんなんですよ。うんうんうん、MP3 聴いてるっていうのは。まあ別に普通に食えるのはうまいなと思うんですけど、うん、1年2年経つとすごい健康害するというか、もう生でコルトレーンとかジョニー・ハートマンもちろん聴くことできないんで、一番考えうる彼らの肉声に近いであろうっていう再生装置を何とかして手に入れるっていうのが、我々ミュージシャンにとってはもう、僕はすごい大事な生命線だと思うし、ジャズファンの方たちっていうのはまあ好きなデバイスで楽しめばいいと思うんですけど、やっぱりその、いかにこの録音がなされた1963年のそのアナログ録音の音に、一番こう忠実な形で聴けるっていうのを、ちょっと調べるだけで。まあ、平たく言うと、もう本当に1万円ぐらいのレコードプレイヤーでいいんで、それ買ってきて、このコルトレーン&ジョニー・ハートマンのレコード買ってきて、うん、で、それでまあ、お気に入りのイヤホンつないで聴くとか、うん、それでいいと思うんですよ、本当にね。全然違うよね。うん、全然違いますよ。ね、浜ちゃん家でみんなで、クエ鍋をね、君のついてきたクエの鍋を食べながら、はい、俺はなんだろう、メンバーね、あの時のビッグバンドのメンバー連れてってさ、みんなで鍋しながらさ、いい酒飲みながら、このアルバムとあれ聴かせてくれたんだよ。デューク・エリントンのさ、アルバム聴かせてくれたんだけど、はい、あのサックスのアンサンブルも涙出たもんね、やっぱり。あれはもう、みんな腰抜かすっすね。ね。MP3 プレイヤーで聞いたら分からないなんか深さがやっぱあるじゃん。そうなんですよ。ねえ、サックスなんて音色でもう泣いちゃうからね、やっぱり。もちろんです。うん、ですから、先ほどの先頃だって、いい装置で聞くと最初のマックスローチのもうタムタムの音が全然違うですから。ねえ。で、やっぱその音色とか、まあ、っていうかその、表現ってやっぱり音色に一番宿ってるじゃないですか。うん、ダイナミックスであるとか、そういうそのニュアンスに一番宿ってるわけじゃないですか。ニュアンスが聞き取れないっていうデバイスはやっぱり音楽の魅力半減ですもんね。ね。ましてやジャズだと半減どころが多分7割引きぐらいで聞いてるよね、きっとね。そうですね。多分台無しになっちゃうと思うんですよ。うん、まあ、そういう意味ではちょっとなんか、それもおすすめで、なんか僕も何回かおすすめして、僕はね、たまたま、どこなんだけど、ここのやつ。これどこだったかな、まあ、後でちょっと書いておきますけど。これがもう、試聴しに行って、30個か40個ぐらい同じデバイスで聞いてみたんだけど、まあ、飛び抜けてよかったですね。ドラム側から聞いてる感じ。うん。でも、いろいろ好みがあるからね。高いからいいってもんでもないんだよね。5万円ぐらいするやつでも全然良くないやつあったし。高いからいいっていうのはもう全部嘘なんで、うん、一番いい選び方を教えましょうか。うんうんうん。ぜひぜひ。自分が一番好きな歌謡曲のアルバム持っていくんですよ。ほう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 。あるいは、自分が一番聴いてる友達の声でもいいですね。うんうんうん。録音していくんですよ。うんうんうん。で、その友達の声とか、その歌謡曲とかいろいろ聴いて、うん、人の声が一番その、人の声に近いものを選ぶのがいいです。ああ、なるほどね。楽器で選ばない方がいいですね。うんうんうん。もう、ボーカルで選ぶのが一番いいですね。で、まあ、ですから、ジャズのアルバムじゃなくていいんですよ。結構それが僕は、判断基準ですね。人の声っていうのが。一番わかりやすいです。ね、毎日聞いてる友達の声だと、まるでその子のがいるように聞こえたら最高ってことでしょ？そうそうそう、そういうことです。それはいい基準ですね、確かに。うん、ですから、まあ、それだけで判断せずに、2、3個の、ですから、歌謡曲と、人の声と、うん、まあ、なんか普通好きな音楽、みたいな、3種類を全部で鳴らして、一番ナチュラルに聞こえるものを選んだらいいんじゃないですかね。なるほど。うん。ああ、面白い。さすが深いです。というわけで。僕もそういう基準でやっぱり選んでますね、うん。いろんな機材は。いやー、まあ、話が尽きることないですが、今回はサッキス・フォン・コロッサスと、ジョニー・ハートマンと、ジョン・コルトレーン。これ、いいアルバムですね。というわけで、モダン・ジャズの、二人のお話を、サックス側から、サイドから、まあ、深く考察してみましたが、面白いですね、そうやってやると。
なんか話してみると。ねえ、ちょっね。と膨らみすぎましたかね。ね、全然全然いいと思います。多分みんな聞いてくれてると思います。またじゃあ次はちょっと次回は、ちょっとモダンな方なんで突っ込んでお話したいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください。作るときのモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。